大谷翔平、今季10度目のマルチ安打、わらわら。エンゼルスの大谷翔平投手は3日、日本時間4日、敵地、カージナルス戦に、3番、投手で投打同時出場した。初回の右前打で6試合連続安打。3回の右前敵地打で今季10度目のマルチ安打をマークした。同点の3回2死1、3塁。元巨人マイコラスの甘く入ったシンカーを引っ張った。右翼、ヌートバーへ届く勝ち越し敵地打だ。初回2死の右前打と合わせて、2試合ぶり今季10度目のマルチ安打とした。来た。打率もう低くないよな。シフト消えたのを良いことに軽打路線に切り替えただけだよね。しかも投手マイコラスやん。上原そっとじ。結局一番大事な指標って打率だしな。ここが低いとまずその選手知りたいとも思えないし。でも試合に負けたら意味ないので。すげえ上げてるやん。控えめに言って神。